アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のために一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。令和5年4月23日、場所は西宮、関学第3フィールドにて、兵庫県予選大会の本日の2試合目となります。滝川高校ブルーインズ対宝塚東ワイルドキャッツの一戦が行います。試合開始13時15分キックオフ予定です。両チームその試合に近づきまして、サイドラインに立ちまして、現在最後の作戦タイムを取っております。手前に陣取っております、本日カラーブラックのユニフォームをまとっていますのが滝川高校ブルーインズ。奥側、本日はホワイトのユニフォームとなっていますのが県立宝塚東高等学校ワイルドキャッツです。まもなく試合開始の時を迎えようとしています。両チームフィールドの中に集まってまいりました。まもなく試合開始となります。もう一個スマホだ。両チームフィールドの中央に整列いたしました。試合開始となります。これより試合開始に先立ちましてコイントスが行われます。こっちが問題や。フィールドゴールってさ、何回かやってたのかフィールドゴールはさっきそっち系やろ、勝ちなんだかい。コイントスの結果、選択権は宝塚東高校となりました。滝川高校キックオフ、宝塚東高校リターンで試合が始まります。この試合は1クォーター10分の正式形式で行います。両チームフィールドに散りまして、まもなく試合開始の時となります。滝川高校のキックオフキッカーは0番のギャンディー。対しまして宝塚東高校リターナーは3枚のブロッカーにリターナー1枚、7番の選手を配置しました。
ターンに入りますが、ここでボールをジャグルしている。高塚東高校一旦ボールをジャグルしましたが、自陣34ヤード付近からの攻撃を終えます。ここから宝塚東高校の攻撃となります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回、4回で10ヤードを前進し攻撃権更新とするか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずは宝塚東高校の攻撃、ボールオン自陣34ヤードからファーストダウン点、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離10ヤード、まずはランプレーから入った。滝川高校ディフェンスプレッシャーをかけましたが、ランニングバック99番これをかわしまして約3ヤードゲインとしています。倒れた地点までが攻撃の前進距離となり、この位置から次の攻撃になります。したがいまして宝塚東高校相手自陣37ヤードの地点からのセカンドダウン7の状況になります。さあまず3ヤードを手堅く取りました宝塚東、次の2回目の攻撃はどのような選択をするでしょうか。パス不成功、クォーターバック8番今度は右に流れながらロングゾーン、ディープゾーンに走っていましたワイドレシーバー12番にパスを投じました。しかし12番手には触れましたがキャッチできずパス不成功に終わっています。アメリカンフットボールは攻撃の開始地点から後方より一度だけ前にパスができます。しかしこのパスは成功しないとゲインなく元の地点に戻され次の攻撃に変わります。従いまして宝塚東元に戻され自陣37ヤードからサードダウン7、3回目の攻撃になります。攻撃権更新、必要距離は7ヤード、果たして突破なるでしょうか。さあここでパスプレー、インターセプト、ターンオーバー。ここで宝塚東ランをフェイクにしてパスを投じました。しかしこれを滝川高校見事に反応しました。インターセプト、パスを奪い取り攻撃権奪取となりました。攻守交代でターンオーバー、攻撃権は滝川高校に移りました。さあまずビッグプレーが出まして滝川高校ハーフウェイからの最初の攻撃を終えます。滝川高校ハーフウェイからファーストアンテン、今度は滝川高校の攻撃に変わります。さあまずパスプレーが入った、このパス飛びまして約5ヤードのゲイン。クォーターバック3番ワイドレシーバー16番にパスを通し約5ヤード確実に取りました。滝川高校は転じてパスプレーからプレーを展開しています。パスを投じたクォーターバック3番は神田と読みします。で18番の選手でしたでしょうか、ターゲット18番田尻が取りました。さあ滝川高校セカンドダウン5、相手陣に入ります。今度は中央ランプレー、ナイスランファースター、今度は1点裏をつくように中央ランプレー、見事な切れ込みを見せましてランニングバック9番攻撃権更新を果たしました。滝川高校ファースター、素晴らしいランプレーを決めました滝川高校。9番は西、2回戦の選手がしかし素晴らしい活躍を見せています。さあ滝はこれにより相手陣37ヤードに入りましてのファーストダウン点。さあ続けてランプレーを挟みます。しかし今度は滝が宝塚東が対応しました。中央突破図らんと再び中央のランプレーを展開しようとしましたがゲインは1ヤードにとどめられています。これにより滝川高校はセカンドダウンの攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は9ヤード、ボールオン相手陣36ヤード。パス不成功、今度は
ワイドレシーバー10番18番にパスを投じましたが、しかしディフェンスのカバーは厚く、パス不成功となっています。ダウン1つ失ってサードダウンに変わります。滝川高校相手陣36ヤードからサードダウン9、3回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は9ヤード。宝塚東ナイスディフェンス。ここでクォーターバック3番自らキープして中央突破図らんとしましたが、これを宝塚東71番見事に対応しまして1ヤードロスに変えました。素晴らしい対応しまして、この攻撃断ち切りましたのは宝塚東高校71番の影尾。チャンスを生かしたいところでしたが、滝川高校ここはフォースダウン、パントフォーメーションを選択します。パントはキックによる陣地挽回を図るプレーです。ここでトリックプレー抜けます。さあここでスナップを受けましたのはブロッカーにいました53番、ダイレクトスナップを受けて攻撃権更新を図りましたが、果たしてなったでしょうか。1ヤード足りません。攻撃権更新にはわずかに届いていました、いませんでした。結果的に4回目の攻撃失敗となります。攻守交代です。ターンオーバースペシャルプレーにより攻撃権更新になるかと思いましたが、宝塚東見事な粘りでこのスペシャルプレー遮断しました。攻撃権を奪還しまして宝塚東の攻撃となります。ボールオン自陣28ヤードから宝塚東ファーストアンテ。クォーターバック8番ショットガンフォーメーションからスナップを受け左オープンへランプレー、決め打ちに近い左オープンへのスイープレーにより約9ヤードのゲインとしました。素晴らしいランをしましたのは宝塚東高校の8番の選手です。素晴らしい対応です。8番の選手がメンバー表の方には登録がありませんので申し訳ありませんが、ナンバーのみの故障とさせていただきます。宝塚東セカンダウン残り1ヤード。さあこの1ヤードをどのようにして取っていくでしょうか。入った入った、ナイスラン、ファーストラン。ランニバック18番、アイフォーメーションからハンドオフを受けて左オープンにアウトサイドゾーン、ブロッカーを生かしながらそこへカットにしまして攻撃権更新です。宝塚東ファースター。宝塚東のランニングバック18番はシゲロ。素晴らしいランプレーでした。宝塚東自陣47ヤードからファーストアウト。さあ再びランボを重ねます。しかし滝川高校も素晴らしい粘りで対応します。ランニングバック99番、その体育を生かし中央をこじ開けようとしましたがゲイン3ヤードにとどめられました。しかし力強いランプレーを見せています。宝塚東の99番も素晴らしいランでした。宝塚東ハーフウェイからセカンドダウン7。これは滝川高校ナイスタックル。再び99番のランプレーで中央突破しようとしましたが、これは滝川高校60番見事に対応しまして、このランプレー1ヤードのゲインに止めました。素晴らしい対応だったのは滝川高校の60番の選手でした。
福永2回生の選手が決めています。宝塚東相手陣49ヤードからサードダウン6。さあパスは通った。さあ行く、ナイスランパスター。ここで宝塚東は横にいたワイドレシーバー81番にショートパス、これを取りました。81番キャッチアンドランシー、攻撃権更新です。宝塚東ファーストダウン、しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。フィールド上に審判団から黄色いウエストが落とされますと反則発生を意味します。この反則は以前にあったか、判定が出ました。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。ボールを持っているチームは相手選手を掴んではいけません。この反則によりまして先ほどのプレーは無効という形になります。ここでウォーターブレイクが入ります。アメリカンフットボールはその天候及びその対戦チームの状況により審判団の判断によりクォーターの半分でタイムアウトを取ることが許されています。本日は4月にしては非常に気温が高く熱中症の危険性があるため、ここで審判団によるタイムアウトが入りました。先ほどのホールディングは反則発生地点が開始地点より10ヤード前で起こっていました。罰則は10ヤードですので元の地点に戻された形になります。しかし双方とも序盤から素晴らしいプレーを展開しています。ともに一気にタッチダウン、エンドゾーンまで飛び込まんとするプレーが続出するような素晴らしいプレーが展開されています。ウォーターブレイク解けまして試合再開となります。宝塚東相手陣49ヤードからサードダウン6。パス不成功。クォーターバック8番、ここで中央に切り込んだワイドレシーバーにパスを投じましたが、ディフェンスカバーよくパス不成功に終わっています。ダウン1つ失いフォースダウンと変わります。宝塚東フォーメーションを変えましてパントフォーメーションを取りました。こちらもパントにより陣地挽回を図ります。パンターは12番の太田が入りました。しかしこのパントシャンク、ボールは滝川陣30ヤード付近で外へ出ました。この位置で攻守交代となります。さあ序盤白熱した攻防ですが、しかし共にまだ無得点の状況で現在進んでおります。滝川高校自陣32ヤードの位置にボールがありまして、この位置からのファーストダウン点に入ります。ここでトラブル発生、タッチダウン。ここで滝川高校ハンドオフミス。ランニングバック、クォーターバックともにボールを落とす形になりました。その落ちたボールを拾いました滝川、宝塚東81番一気に独走しましてエンドゾーン駆け込んでタッチダウン。思わぬ形で宝塚東先制となります。タッチダウンを決め6点獲得となりました。そしてタッチダウンなどのワンプレートライフォーポイントに挑みます。
キックはブロック。キック失敗で6点止まりとなりました。しかし宝塚東6点、滝川高校0点。まず宝塚東が先制する形になりました。アメリカンフットボールの得点方法は大きく分けると2通り。ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポスト内に蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点が入ります。さらにタッチダウンはその後にもうワンプレーが許され、ここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点、さらに加点となります。これに自陣エンドゾーンで倒されるセーフティーの2点のパターンを加えると、アメリカンフットボールワンプレーでの得点は2点、3点、6点、7点、8点の 5通りとなり、この足し算で構成され引き分けが起こりにくい決着方式になっています。そして試合は先ほど得点を挙げた宝塚東のキックオフで試合再開となります。アメリカンフットボールはラグビーと違い、得点を挙げた側のキックオフで試合再開です。さあここでスクイブキックを蹴りました。ゴロキックです。リターンを避けようとしましたが、それでも滝川高校果敢にリターンに入りました。結果的に滝川高校自陣40ヤードを超えたところから攻撃権を得る形になります。先ほどタッチダウンを上げることに成功しましたのは宝塚東高校81番の原田、チームキャプテンでした。そのチームキャプテン原田のキックオフはあえてビッグリターンを避ける形を選択しましたが、結果的に相手チーム滝川に有利な位置で攻撃譲渡という形になっています。さあこれを滝川生かせるでしょうか。ボールオン自陣42ヤードから滝川高校ファーストダウン10。さあ中央へのランプレーを展開します。何枠9番味方ブロックを生かし、相手ディフェンスをそのまま押し込むような形で約4ヤードゲインとしています。滝川高校ランニング枠9番は西。滝川高校自陣46ヤードからセカンドダウン6。さあビッグエンになっている。ナイスダウン、ファーストダウン。今度はこのランプレーをフェイクし、クォーターバック自らキープしました。相手の意表を突くように右オープン展開しまして大きく独走。滝川高校ファーストダウン獲得です。素晴らしいランをしました。クォーターバック3番は神田、2年生のプレイヤーが素晴らしいプレーを決めました。さあここでホイッスルが鳴っています。ここで宝塚東前半1回目のタイムアウトを取ります。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。宝塚東この状況のまま押されるのを避けんと、ここであえてタイムアウトを取りました。前半まず試合を動かしたのはこの滝川のミスをついて、その隙をついて一気に先制点を挙げましたのは宝塚東高校でした。しかし試合そのものを現在優位に滝川高校が押し返しています。さあ先ほどのミスをこの攻撃へ取り返すことができるでしょうか。滝川高校ブルーインズ、ボールオン相手陣16ヤードの位置にセットされました。この位置から滝川高校ファーストダウン10。さあ中央ダウンプレー、ラインマンも素晴らしいプレッシャーかけまして中央をこじ開けます。約9ヤードのゲイン。キャリア9番西、味方ブロッカーの力も借りまして素晴らしいゲインを重ねています。
滝川高校相手陣8ヤードに入りまして、セカンドダウン残り2ヤード。さあ再び中央行った、オフェンスラインマンのブロックもすごい、相手ディフェンスをこじ開け攻撃権更新です。滝川高校ファーストダウン、これにより相手陣4ヤードに入りまして、滝川高校ファーストダウン2ゴールの状況になります。さあこの4ヤードの攻防どのような形になるでしょうか。さあ再び中央へ行った、9番西、その太鼓を生かして中央をねじ込んでいきます。ゴール前残り1ヤードの位置まで迫っております。滝川高校セカンドダウン2ゴール、残り1ヤード。さあ再び中央へ行った、タッチダウン、ランニングバック9番ハンドオフを託され、立て続けに中央へのランプレー、相手タックルを受けましたが、しかしそのまま体をねじ込んでエンドゾーンに入り込んでタッチダウン。滝川高校6点獲得。そしてタッチダウンの後のワンプレー、トライフォーポイントに入ります。キックフォーメーションを取りまして、キッカー10番の指定、キッカー0番のギャンディーが務めます。キック成功、1点追加、滝川高校7点、宝塚東高校6点、逆転となりました。序盤戦となります第一クォーターで素晴らしい攻防が展開されております。まず先制しましたのは相手のミスをつきまして一気に得点を挙げました宝塚東高校でしたが、返す刀で滝川高校は逆転を果たしております。さあ宝塚東は再逆転なるでしょうか。滝川高校のキックオフで試合再開となります。さあ高津が東リーダーに入った、リターナー12番キャッチしまして右オープンに展開、体をねじ込むように自陣40ヤード地点を確保しました。リターナーをしました12番は太田、2回生のプレイヤーです。宝塚東自陣40ヤードからファーストダウン10。さあプレッシャー来るが、まだかわしていく、宝塚東トスをしまして右オープン展開を図ろうとしましたが、これをこのキャリアに対して滝川高校さっとプレッシャーをかけながらロスを奪いました。
番大事なの集まりよ、集まり集まり、そこ狙いよ、集まり集まり、ここでホイッスル。第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、滝川高校ブルーインズ7点、県立宝塚東高校ワイルドキャッツ6点という状況で1点差で第2クォーターに移ります。